関係者によりますと、事件に巻き込まれた市内の学校に通う高校生山内さくらさん17歳は、刃物で胸部を刺された状態で路上に倒れているところを発見されたとのことです。発見直後、山内さんは意識不明の重体で、大丈夫か？ I know you love her, but it's over me. 死ぬよ。私のジョークになった。死ぬよ。私のジョークになった。